皆さんこんにちは、上野貴子の俳句 TV、今日はですね、特番で、おしゃべりケーキ会を予定しておりますが、山下めぐみさんを、お招きする予定なんですが、 めぐみさん3時にですねまだご到着しておりません。今日はですね台風が、ちょっとひどいので、雨がひどいので、ちょっとうちは駅からねちょっと時間がかかってしまうので、今あの三軒茶屋の近辺に来てらっしゃるという電話が入っておりますので、一応ですね、番組はございますので、少々お待ちください。今日はですねちょっと一軸こちらご覧になれますでしょうか、こういった、一軸を、まあ、あの区材にということで、山下さんをお待ちして、始めたいと思います。ご到着までですねしばらく、お待ちください。まああの一軸の話をねちょっとあの山下さんいらっしゃるので、始めたいと思いますけれども、今日は一軸こちら、まあ一軸を知らない人って日本人ではいないと思うんですけど、こういうね果物で、まあまあ、丸ごと食べることは少ないかもしれないんですけれども、イチジクとかなんだブドウとか、あザクロとか、案外ザクロっていうのは日本人には珍しいんですけど、そういったなんかこういうような実のようなもの、こういうものは相当古代の古くエジプトかなんかローマかなんかすごい古代、とにかく古代の時代からいろいろな遺跡に残っている、果物らしいんですね。まあもちろんブドウね有名ですけど、ブドウ、イチジク、こういったものは相当古代からあの人間がすごく好んで食べていた美味しい果物のようなんです。でまあ体にもいいですしね、まあ、秋の代表の果物ということで、今日はこういったイチジクの句をですね、山下さんとパンを食べながら、ちょっとねひねってみたいなと思っております。台風がね心配で、ちょっとですねあの山下さんのご到着を、待っておりますけれどもなんか、まあ、山下さんが到着されるのをですね待ちたいと思います。しばらくお待ちください。ただいまですね、声は入ってますでしょうか。ただいま、山下さんですね向かっているという、電話が入りました。雨の方はそんなにひどくないみたいなんですけれども、お見えになるようなので、もうしばらくお待ちください。
もうですね、すぐそこまでいらしてるはずなんですけれども、ちょっと迷っているのかもしれないので、もうちょっと、お待ちいただけるとありがたいです。それでは少々お待ちくださいませ。山下さん到着いたしました。少々お待ちください。じゃあそちらにお願いします。すみません、始まっちゃったので、はい、スタッフなので始まっちゃったので、はい、一応ですね、もうダラダラと、流してます。あ、はい、カメラがこちらです。はいはいはい、これちょっと、はい、持ってきました、はいはい。あ、ありがとうございます。いいですか。はい、すみません、ありがとうございます。あ、これ違いますね、前のと。ああ、もちろん、もちろん、ね、はい、ありがとうございます。じゃあちょっとこのお話をまず、はい、いただきます。いただいて、じゃあどうしよう、写真撮らせていただいてもいいですか。あ、はいはいはい、いいですか、はい、到着ということで、はい、はい、どんなの見てて、はい、ありがとうございます。じゃああちらにどうぞ、はい、はい、はい、どうぞ、はい、すいません、すいません、はい、カメラはあちらになります。はい、はい、皆さん、お待たせいたしました。すみません、ですね、山下さんやっとご到着いただきまして始めたいと思います。ちょっと道に迷いました。いやいやいや、ちょっとね遠いんで、はい、雨がね、そうですね、こんなね降ってなければあれなんですけど、はいはい、ちょっと言い訳なんですけど傘とスマホだったので、よくちょっと目も悪くて見づらくて、ね、なるほど、いえ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 、ですね、なんか台風でね、はいはい、止まっちゃってないか心配だったんですけど、はいはい、すみません、まずそちら、はい、一口、お茶を飲んで潤してください、はい、お砂糖持ちあれだったらそちらにあります。それではですね、番組の方を、始めさせていただきたいと思います。はい、はい、じゃあちょっと山下さん来ていただきたすみません、私も喉を潤させていただいて、はい、よし、それでは切ったかな、はい、じゃあちょっと切って、それじゃあすいません、お待たせいたしました、はい、こちらこそ、それではですね、番組、始めさせていただきます。はい、上野貴子の俳句 TV、 今日はですね特番でおしゃべりケーキ会、山下めぐみさんをお招きいたしました。いらっしゃいませ。こちらこそ遅くなりましてすみません。いやいや、どうもありがとうございます。今日はですねちょっと台風なので、はい、もう電車の方をね心配してたんですけれども、はい、やはりこの辺世田谷も雨がやっぱりね降ってまして、はい、全然止まないので、あのパンをお持ちいただきました。ケーキ会ということなのでありがとうございます。ありがとうございます。お持ちいただきまして、はい、こちら見せていただきたいと思います。こういう感じで、はいはいはい、じゃあこのパンのお話をまず山下さんから自己紹介兼ねて、はいはい、あちらがカメラになりますので、はい、ちょっとウェブカメラ小さいんですが、はいはい、あちらに向かって、はい、自己紹介とパンについてちょっと、はい、宣伝というかご説明していただけたら嬉しいと思います、はい、遅くなってすみません。いやいやいや、よろしくお願いします。もうね天気悪くてね、はいはい、申し訳ありません、はいはい、大阪出身の、今横浜に住んでおります山下めぐみと言います。はい、ありがとうございます。こちらこそ、こんにちは。で、子供が3人、男2人と末娘が、うんうんうん、
おりまして3人いまして、うんうんうん、まあ、横浜に住んでもう19年になるんですけれども、うんうん、あ19年はいはいはい、ですがなんかこう結構最初の頃は、うんうんうん、こっち風に喋っていたんですが、いつも大阪大阪って聞かれるので、なんか一生懸命こうアクセントを気をつけてたつもりが、どうもなんか喋りきれてなかったみたいなので、はい、それでも諦めてこの感じでいつも大阪弁のまま喋っている感じなんですが、はい、で下、はい、そうですね、で、まあ、下真ん中の息子が年中ぐらいの時からもパンがすごい好きだったので、ね、うん、昔から男の子さんの方が、はいはい、そう、あ、私が、私が、あ、ご自身が、はい、だからもう独身時代はもう3食パンでもいいぐらいパンが好きだったので、うんうん、で、いよいよまあ、主婦業をやって、ね、でも毎日やったらパンを食べるので、それでもう当時ホームベーカリーが流行りだしたので、はいはいはい、流行ってました、流行ってました、はい、で、ホームベーカリーを買うか、うん、本当にすごい悩んでた時期にたまたま近所で先にパン教室に行ってるお友達を家に招いた時に、うんうん、そんなにパンが好きだったらホームベーカリーを買わずに習いに行った方がいいと言われ、うん、はい、本格的なお友達だったんですね。あ、ね、なんかその人がちょっと先に習いに行っていたので、それでまあね、まだ子供も小さかったし、その自分の習い事なんてと思っていたのですが、うん、まあ、そこはもう月1回とか自分の予定で、レッスンが組めるところだったのと、うん、まあ、近くにあったので、うんうんうん、それでまあちょっと月1回ぐらいだったら、うん、で、まあね、好きだから、うんうんうん、還元、子供たちにも、うんうんうん、家族に還元できるから、うんうんうん、習おうかなと思って、うんうんうん、そっか、なるほど、はい、そうですよね、はい、へー、あ、じゃあそれでパンを習われて、はいはい、あ、そうなんだ、はい、ホームベーカリーって本当確かに流行ってて、はい、私もあれで、はい、タイマーつけて、はい、朝焼きたての食パンが食べれるとか ね、炊飯器のパンパンみたいな感じ、あれで1回凝ってたことあって、はい、やっぱり今から言うともう15、6年前ですかね、はい、確かにね、はいはいはい、相当前なんですけど、うん、流行ってて、やっぱり作ってた時あったんです、はいはいはい、でもケーキ、私はケーキ作りの方を習いに行っちゃったんですね、はいはいはい、ちょうど、はい、やはりその頃、はい、で、パンをそのまま酵母から作るのって大変じゃないですか、はいはいはい、なので、うん、どっちかというとケーキの方に走っちゃったんですけど、あ、はいはいはい、その時に、はい、じゃあ、はい、全部パンを酵母からこう練って、うん、あ、それで、うん、そこのパン教室はこう、はい、こねきを買って、まあ、うん、手ごねもやってもいいけれども、こねきを使って、うん、一次発酵まではするっていうところだったので、まあ、まあ、それでもパン焼き器ではないから、うん、工程としてはパン焼き上がるまでどのパンも3時間ぐらいかかるんですけれども、はい、でもそのホームベーカリーを買わないでこっちを買った方が絶対おいしいって、その友達に言われたもんですから、で、まあ、パンが好きだったから、当時同じぐらいの値段がしたんですね、ホームベーカリーと割と高かったから、うんうん、あ、そうか、はいはい、でも強い勧めを受け、おかげさまで、いや本格的ですよね、確かに、うん、すごいなと思うんですけど、ね、今は趣味程度ですけれど、いや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 、はい、じゃあそれでパンを作り始められて、でこれをいつもなんかよくお持ちになってらっしゃいますけど、はいはい、その例の、はい、ママテラスですか、はいはいはい、コミュニティにね、はい、山下さんが入ってらっしゃって、はいはい、そこのポジティブ会というのがあって、はい、私も偶然、はい、目にかかって、はいはいはい、で、今日のことをお誘いしたら、はい、あ、いいですよって言ってくださったんで、もうぜひっていうことで、台風なんでしょうか、はい、いいです、すいません、はい、なんかそれで、はい、ちょっとじゃあパンを開けて、はいはい、見ていただいてもいいですか、はい、ありがとうございます、はい、すいません、今日はですね、山下さんがパンを持ってきてくださるということなので、はい、こちら季節感がやはりないと、はい、俳句 TV なので、はい、いけないということで、はい、一時こうこういった感じで、はい、一緒に食べたら美味しいかなとか思ってお持ちしました。これじゃあちょっと電話を聞かせていただいてもいいですか。あ、よかった、ナイフとかなくても大丈夫ですか。あ、はいはい、はい、じゃあそちらでなんか、はい、これ何パンっていうんですか。これはですね、ちょっと10月がかぼちゃでハロウィンで、はい、まあ、ちょっと1ヶ月まだ9月なので早いですが、はい、かぼちゃの、おが生地に入っていて、 あとこの粒
粒々はあの、はい、ハーブティーの乾燥茶葉を入れて。ハーブティー、はい、あーなるほど、はい、ちょっと見てなるほどなるほど、はい、ちょっとこう皆さんご覧になりますでしょうか、こういう感じで、はい、あすごい、じゃあこれかぼちゃが入ってるんですね。かぼちゃが入ってるんですよ、ちょっとハロウィンの1ヶ月早い。そうですよね、はい、でも今町の中どこに行ってもかぼちゃがもうね、はい、今ね、はい、早いですよね、はい、えすごいかわいい、はい、ちょっと1枚ですね、はい、写真を撮らせていただいて、はい、いいな、ちょっと失礼してかぼちゃを撮らせていただきます、はい、そっかそっか、ちょっと山下さんも映るといいですか。ちょっとこう引きでちょっとこう、はい、すいません、はいはい、そうかそうか、ありがとうございます。じゃあちょっとこう割ってみてもいいですか、はい、あどうぞどうぞ、手で、はい、ふかふかですかね、はいはい、こう割ってみます、はい、もうあすごい黄色い、綺麗に黄色色ですね、はい、はいはい、ご覧ください、もうほんとパンです、はい、こういう感じでもう本当にふっくら生地に、はい、生地にかぼちゃが入っているって、はいはい、埋め込んであるっていうか、はい、それで黄色の、はい、美味しそう、はい、なるほど、はい、じゃあちょっとこのかぼちゃと、はい、山下さんご自身も、はい、じゃあちょっと一つ召し上がりつつ、はい、はい、召し上がりつつ、はい、あよかった、ありがとうございます、なかなかパンは季節感がないとおっしゃってたんで、はい、こう一時こうね一応用意させていただいて、はいはいはい、まあ、俳句を読むとき、はい、と思ったんですけど、はい、かぼちゃがね、はい、読みこ味に入ってらしたら、はいはい、はい、全然大丈夫だと思うので、はい、まあ、いちじくと、はい、あこちらとかぼちゃのこちらで、はいはい、じゃあちょっとこう俳句もお願いしたいと思いますが、はい、まずじゃあ食べてみてもいいですか。あどうぞどうぞ、いただきます、はいはい、じゃあちょっとですね、はい、すごいふっくらしてて超美味しそうですね、はいはい、もうこれは本当に生地がかぼちゃの味。そうですね、そうですね、うん、本当だ、うん、噛めば噛むほどちょっと甘い感じでね、甘みが、はいはいはい、甘みが出て、うんうんうん、結構好きなパンの一つなんですけど、うんうんうん、はい、あんまりハーブもそうですね、これは少ないですね、全然多分、うん、パンの生地に邪魔しない感じなので、うん、ほんのり、はい、全然、はい、なんだろう、苦味とかそういうんじゃなく、はい、そうですね、すごい美味しいです、ありがとうございます、ありがとうございます、こちらこそ、こう、こういう感じで美味しいです、はい、ありがとうございます、かぼちゃか、うん、うん、いやこれかぼちゃをどうやって中に入れるんですか。かぼちゃは、まあ、レシピの決まったグラム数があるので、うんうんうん、それをまあちょっとこう一口大ぐらいの大きさにしたのをあらかじめ下茹でして、うんうん、やっぱり柔らかくなったやつをその粉液に粉と一緒に、うん、入れて、はい、入れてそれをこねる、そうすると黄色くなります、はい、あなるほど、はい、粉液でこの黄色い色を出すわけですね、はい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 、いやいいな、美味しい、はい、なるほど、はい、じゃあ、はい、はい、お砂糖とか入れられませんか。大丈夫、なんか待ってる間にね、食べちゃったかもしれないんですけど、はい、いや、美味しいな、はい、へえ、そっか、こねきで生地を入れるんですね、はいはい、で今日はお砂糖も、うんうん、ちょっと茶色いお砂糖で、あ、はいはい、それは黒砂糖ですか。花見糖っていうお砂糖があるんですけど、お花見糖、はい、ちょっと見た目グラニュー糖のもうちょっとだけ目の粗い感じの茶色いお砂糖なんですね、うん、なるほど、グラニュー糖ではなく、はい、もうちょっと粗め、はい、のだけど、まあそんなちょっとサラサラ感のあるお砂糖なので、少し甘みにもう深みがあるような感じで、うん、なるほど、はいはいはい、すごく美味しいです、はい、甘すぎず、はい、でかぼちゃの味っていうのがすごいほのかですね、はいはい、はい、そうですね、うん、で全然ムラもなく、はい、綺麗にうっすら黄色い感じで、はいはい、言われないとわからないぐらいこう、はい、なんていうんですか、食べた後に、はい、そうですね、ね、ほのかに感じる、ね、噛めば噛むほどちょっと甘い感じで、そう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 、はい、なんか見た目そんなに豪華じゃないからどんな味かなみたいに食べるんですけど、ね、私も一番最初教えてもらって焼いた時に、かぼちゃのパンってあまり食べたことなかったし、うん、どんなんかなと思って、うん、なんかちょっと結構こうそんなに
り期待しないで食べたんですけど、うん、でもこう噛んでいく口にすごい甘いのとか生地の味が楽しめて、うん、あなんかすごい美味しいやん。美味しいですね、はいはい、確かにこれだと、うん、あのお菓子だけじゃなくって、うん、こう主食のパンの一つにしてもいいですよね。食パンプラスこういう味のあるパンっていう感じで、美味しいな。やっぱり本格的パンですね。あ、ありがとうございます。いやいやいや、ありがとうございます。いやいやいや、ありがとうございます。本当に、そっか。じゃあそれではですね、はい、ではでは、味わっていただいて、はい、それでじゃあ今日はですね、はい、まあ、ケーキ会っていうことなので、はい、いちじくもですね、はい、あのよかったらちょっと、はい、あの味見していただいて、はいはい、もうご存知かと思うんですけど、はい、いちじくってこうまん丸になりますよね、はいはい、これを、まあ、こう2つに割るじゃないですか、はいはいはい、するとこう出てきますよね、はいはいはい、でこの中が花なんですよね。あ、なんかね聞いたことある ね、はい、でイチジクっていうんで、はい、中がこう、はい、こう花になってるんですよ。はいはいはい、はいはい、花になってるんです、はいはい、なので、はい、まあちょっとこう割っていただいて、はいはい、まあ、ちょっとこう秋を味わっていただいて、はいはい、でなんかちょっとですね、はい、俳句を読んでいただきたいと思うんですが、どうしよう。いただきます、はい、もしあれ迷惑じゃなかったら好き嫌いとかあるかもしれないので、すごい大好きです。あ、よかった。行く前にも1個食べてきました。 ありがとうございます、はい、あ本当に、うん、イチジク大好き。あ、そうなんですね、はいはい、あ、よかった。私もちょっと果物大好きなので、うんうんうん、はい、イチジクはお菓子にすごく合うんですよね。 あのね私、うん、ドライフルーツのイチジクのドライフルーツがすごい大好きで、ドライフルーツ、はい、あの白いイチジクとか、はい、いろんな種類ありますよね、はいはいはい、体にいいって言いますよね。そうなんです。それで毎朝1個必ず、うんうんうん、ヨーグルトとかフルーツと一緒に、はい、はい、ものすごく好き でなかなか売ってないんですよね、うんうん、あちこちには売ってなくって、うん、あースーパーとかドライフルーツもね、はいはいはい、でも横浜とかって案外いろいろありそうですね、種類が。うん、昔場所による、はい、場所による、はいはい、材料って結構輸入物が多いじゃないですか、はい、そうですね、ね、はいはい、お菓子作りのね、はいはい、うんうん、なんでイチジクはまあ日本的なものだけど、はい、割と海外でもよく食べられてるんですよね。そうですよね、古くからの果物なので、エジプト時代でもローマ時代でもすでにあったっていうぐらいなので、まあそんなですね、はい、イチジクと今日は山下さんが、はい、予想外にかぼちゃの、はいはいはい、かぼちゃのパンを、はいはいはい、手作りで凝ってきてくださったので、はい、かぼちゃかいちじくかどっちかでじゃあちょっと俳句を作りましょうよ。はい、はい、せっかくなので、かぼちゃと、はい、かぼちゃと、はい、いちじくと、はい、いちじくと両方つ、はい、1個ずつ作ってみましょう、はい、まだまだ時間はたっぷりあるのでもう割と違うんですけどいや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 、もうゆっくり味わっていただいて、はいはいはい、もうパンもたくさん食べていただいて、いや、私もちょっとほんまに困ってるんですけれど、いやいや、これはそうするとかぼちゃですよね、はいはい、かぼちゃの皮はなしですか、はい、あの皮はほとんどもうカットしない、あのやっぱりちょっと緑とかちょっと破片的に入る感じがすると、うんうんうん、やっぱりちょっとこうね、パンの生地に、うん、食べた時にちょっと硬さが残ったりとかして、うん、だいぶ崩れるんですけれども、うんうん、やっぱりちょっとあんまり粒が大きくなるので、うんうん、なるべくはカットして、なるべくカットして皮は、はい、入ってないです。皮は入ってない、ほとんど、はいはい、皮は入っていない、はい、なるほどね。じゃあかぼちゃの中身になる、はい、はい、でしょうかね。そうそう、オレンジのところですね。それでは、はい、じゃあかぼちゃで、はい、例えば俳句って言ったら五七五で作るんですけれども、はいはいはい、ですね、はい、じゃあかぼちゃで、はい、一句、一句、はい、はい、お願いします。はい、はい、例えば、はい、例えば俳句の場合、上五と中七と、はい、下五っていう風にこう3つあるんですけれども、どん
組み立てるかみたいな形になるんですけど、かぼちゃっていうのが、まあ、秋の季語なんです、そうですね、ね、はいはいはい、うん、秋のこれが季語なんです、はいはいはい、ですから、はい、その季語を、まあ、例えば上五に持っていく、はいはい、そうすると、はい、かぼちゃって4文字ですよね、はいはいはい、とちょっと足りないとなるので、はいはいはい、かぼちゃむきとか、はいはいはい、かぼちゃの種とか、はいはいはい、かぼちゃの皮とか、はい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 、まあ中七に入れた方が実はいいのかな、はい、かぼちゃ食べとか、はい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 、なるんですけど、はいはいはい、かぼちゃはかぼちゃむきですかね、かぼちゃむき、かぼちゃ切りですかね、切る方が先かな、あ、はい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 、硬いですからね、硬いですね、まあ、切ったやつを買ってきますかね、はいはい、実際にはね、半分とか4分の1ね、うんうん、どうですか、で、まあ、またそれをちっちゃくやっぱカットしますもんね、うん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 、どうですかね、ほんまに困ってるんですけど大丈夫ですか、うん、ちょっとどうですか、いやもう全然大丈夫です、かぼちゃ、かぼちゃ切り、かぼちゃ、かぼちゃ切り、チヤ、カボチヤでもいいんですけど、ゴーまでしかダメですね、ね、だからチヤ、ね、うん、なのでこれは一文字として数えてもいいんです、カボチャ、はいはい、うん、なのでカボチャ切りとか、はいはいはい、カボチャ食べとか、はいはいはい、ってなっても大丈夫なんですね、カボチヤをとかでもいいんですけど、カボチヤを、はいはい、例えばじゃあカボチヤをにしましょうか、カボチヤを、カボチヤをとかカボチヤのでもいいんですけど、カボチヤをなんとかしてなんとか木で練るんですか、先ほどなんか英語、はいはい、コネキですけど、コネキ、あ、コネキで、コネキで、生地はね、コネキで、コネキで、コネキでこねるっていうとしつこいですよね、コネキに入れる、コネキで回す、コネキってどういうやつなんですか、コネキってどういうやつって、うん、こう、まあ、ポットがあって、うん、あとはまあまあスイッチを押せばこう本当にわーってこうこねてくれちゃう、こねてくれるんですね、うん、はいはいはい、じゃあかぼちゃをコネキに入れるのか、あ、コネキに入れ、はいはい、じゃあコネキに入れて、はい、かぼちゃをコネキに入れて、はいはいはい、なんとか、はい、パン作り、あ、え、そうなんでいいんですか、例えば、はいはい、そんなんでもかぼちゃが季語なので五七五にさえ入れば、はいはいはい、もうかぼちゃで季語あるじゃないですか、はいはいはい、なんであとは五七五にさえ入れば、うん、はい、OK なんです、あ、はい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 、なのでどういうふうに組み立てるかによるんですけれども、はい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 、かぼちゃをこねきに入れて、はい、例えばパン作りとか、はい、なんとかを作るとか朝食、うん、なんですか、パンですかね、やっぱりね、こねきに入れて、はいはいはい、生地を、はい、生地作りとか、はい、うん、パンにするとか、あ、パンに、なんとかパンとか、黄色パンとか、はい、黄色パンとか、パン、あ、うんうんうん、全然浮かばない、かぼちゃ、かぼちゃ、うん、かぼちゃをこねきに入れて、まあ、はい、まあ、例えばこねきに入れてパン作りと、はい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 、これでまあ一句なんですけど、もうこれで一句なんですね、そうなんでいいですか、そうなんです、そうなんです、もうなんかつぶやいてるみたいな感じ、そう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 、はいはいはい、そのまんまつぶやいたりこう喋ってたりするまんまをパンに作って、あの俳句に作っていただいて、はいはいはい、パンを作りながら、はいはい、その季節のものをこう味わいながら、はいはい、イチジクを食べながら、はい、季節のものを味わいながらっていう感じで、はい、もう簡単にすぐにもう五七五になるというのが、まあ、あのおしゃべり俳句のいいところなんですけど、ちゃんと季語も入っているし、はいはい、うん、はい、ちゃんと俳句になっているということになるんですが、あ、そうなんですね、はい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 、なんかもう学生時代に作ったり、うん、忘れちゃいますよね、すっかりご無沙汰しているので、
ど、はい、まあ、こういうちょっとこう日本語の五七五のリズムっていうのを普段の言葉の中にこう探していただけるといいんじゃないかなと思うんですよね。でパンを作りながらも、はい、かぼちゃがあったら、はい、あもう秋なんだなと思ったり、はい、いちじくを入れてみたりとかしながら、はいはい、楽しんでいただけると体にもいいしね、はい、いいんじゃないかなと思うんですが、はいはい、どうですか、なんかいろいろなんかものすごくカジュアルでいいんですね、このつぶやいた感じ、うんうん、もう全然もう自由に、はいはい、言葉がこう出てくるままっていう感じで作っている時のことを思い出したりして、はいはいはい、うん、パン作りで何が大変だったとか、はいはい、なんか例えばまあ子供がうるさかったとか、はいはい、焼けて子供も喜んだとか、はいはい、うん、お子さんがこう、ね、はい、好きなかぼちゃを使ってで作ってみたとか、はいはいはい、うん、そんなようなことを、はい、なんかちょっとこう句に入れていただくっていうと、はい、ありがたいんですけれども、あ、うん、そうやって作ると普段の、はい、あの日記のようにして、はいはい、毎日こう一句作ったり、あ、うん、なんかちょっとこう簡単にへ、うん、材料を探す時の目安になったりもしますよね、はい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 、秋らしいもの入れてみようかなとか、なので、うん、面白いと思います。パン作りっていうのがちょっとこう平凡すぎるっていうと、このこねきに入れてっていうのは案外実際作ってる方しかわからないと思うんですよ。はいはいはい、そうですよ ね、 ね、 ね、そのこねきっていうものがあるっていうのが、はい、手骨ですか、なんかそういうのあるっていうのが意外なので、あ、そうするとなんか発酵かぼちゃを、うん、生地に織り混ぜパン作りとか、あ、どうでしょうか。いいですね。いいですね。いいですね。はい、いいですね。生地に折り混ぜ、折り混ぜ、折り混ぜ、パン作り。はい、あ、じゃあかぼ、こねきじゃなくて、はい、かぼちゃを生地に折り混ぜ、パン作り。はい。はい、これでじゃあかぼちゃの一句。ありがとうございました。山下めぐみさんがかぼちゃの一句を作ってくださいました。はいはい、じゃあ一句読み上げます。はい。かぼちゃを生地に織り混ぜパン作り。山下めぐみさんです。何十年間で。ありがとうございます。はい、そういう感じで、一句出来上がりました。はい。はい、そうしましたら次に、はい、いちじくなんですけれども、はいはいはい、じゃあ、いちじくでちょっとやはり同じような感じで、はいはい、もう一句作ってみたいと思います、はい、まあ、いちじく、はい、まあ、こういった、こちらのこういちじくなんですけれども、はいはい、皆さんよくご存知だと思いますが、はいはい、まあ、中が花っていうことで、はいはい、よくね栄養価があるって言いますよね、はいはい、うん、うん、ね、ね、じゃあ今度は、はい、じゃあさっき一番上五にいちじくって入れたので、はい、下に入れてみますか、はいはい、下五に入れてみましょうか、はいはい、いちじくと、いちじく、はい、これがまた4文字ですよね、あ、いちじく、あ、そうか、うん、ちょっと4文字ですね、なのでまあちょっとどうしてもこうもう一言つけなきゃいけなくなっちゃうので中七に入れた方がいいかな、うん、なんとかの一軸なんとか、はい、なんとかでなんとかっていう形で、はい、まあ普通の言葉、はいはいはい、普通のおしゃべり感覚なので、はいはいはい、しゃべる言葉で、はい、まあちょっと古い文語帳よりも普通にこうケーキ作りなので、はいはい、言葉で作っていただきたいと思うんですけれども、はい、そうするとどうですかね、切れ字、いちじくやとかってちょっとこうあんまりつけちゃうとこう、はい、今のね、はい、あれなので、はいはいはい、このままつぶやき言葉っていう感じとちょっと違ってしまうので、はいはい、いちじくのとか、はい、いちじくでとかっていう方が面白いと思うんですけど、はい、どうですかね、そうするとやはり一番上五に入れるのが季語は一番上五に入れるとしっくりまとまりやすくて簡単だって言われてるんですけど、はいはいはい、確かにそうですよね、いちじくで4文字なのでいちじくのとかね、はいはい、やっぱり上五に入れるとかぼちやをと同じように一番作りやすいと思うんですけど、はいはいはい、
まあどっかに入れて、うん、下五か中七か、うん、どっちかなんですけど、うん、例えばイチジク、イチジクはやっぱりこれ皮ごとこう割って食べるのが美味しいと思うんですけど、はいはい、うん、イチジク、イチジク割る、イチジク、例えば、うん、例えば、はい、一ついくつもあった中からイチジク一つだから、はい、熟、これ結構ちょうどいいですよね。あ、そうですね。ね、そうですね。うん、はいはい、固くもなく、はいはいはい、ちょうどいいですよね。柔らかくもなく、はいはい、ね、ちょうどよかったな。そうすると句にしてはちょっと面白くないんですけれども、はい、ちょうどよすぎるというようなことが、うん、はい、ね、ちょっと面白くないですが、うん、ないですが、なんか面白く作りたいと思いますよね。はいはい、で例えばこう見ながら、はい、まあ中が花っていうことなので、はいはい、まあどうでしょうね。いちじくを、うん、じゃあもう下五と決めてしまいましょう。下五、はい、下、最後、最後ですね。最後に入れると決めてしまいましょう。そうすると7、5で5、7、5なので、はいはいはい、一軸って下に入れると決めてしまって、一軸、はい、一軸なんとかの一軸とか、はい、一軸ハムとか、一軸食べとか、一軸、うん、割りとか、一軸割りとか、はいはいはい、一軸、うん、逃がしとか、逃がしとか甘しとかなんですが、そんなに、そんなに熟しきっててすごく甘いってほどでもなかったな。まあ、苦い方が普通だけど、まあ、いちじく割る、いちじく食べ、なんとかなんとか一軸食べ、あ、字余りになってもいいか、あ、字余りになってもいいですよ。あ、はいはい、例えば雨の降るとか、はい、雨の降るとか、はいはい、台風だと季語になってしまうんですね。今日台風なので、はい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 、台風って使いたいじゃないですか、はいはいはい、そうすると台風と一軸で気重なりになってしまうので、はいはいはい、2つ入ってるので、はいはい、なんでまあ台風とは使えない、うん、なのでまあ雨の降るとか、はいはい、うん、雨が降るとか、はい、雨が降る、ちょうど5文字なので、はいはい、例えば雨が降るから始めるとか、はい、はい、なるんですが、ここまで結構遠かったんじゃないかと思うんですよ。そうですね、雨とか降ってると、そうそうですね、ね、ちょっと目印から先の商店街を抜けたところからがちょっと長いんですよね。そうですね、そうですね、ちょっと長いので、そう、ちょっと長いので、それをちょっと読み込むといいかもしれないですよね。あ、こう雨の降る、雨の降る三茶界隈、いちじく、あ、そうか、私が持ってきたけど、山下さんはいちじくを持ってきたんじゃないから、はいはい、書きづらいですよね。あ、そうですよね、そうですよね。だから、いちじくの、いちじく模擬とかね、はいはい、こう今日のことよりも、いちじくを模擬で、こう、こと手がついているので、はいはい、いちじくもぐとか、そうですよね。そうすると懐かしい、ちょっと子供の頃の思い出とか田舎の思い出とか、はい、そういう自然のものを読むのには、結構俳句では、こう田舎だとか、子供の頃の思い出とかっていうのが割と作りやすいんですよね。先ほど、はいはい、大阪生まれで、はい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 、今は横浜にお住まいということなんですけど、はいはい、なけれども、大阪生まれということなので、はいはいはい、大阪の懐かしい思い出っていうか、はい、子供の頃、ね、例えば大阪で、はい、そういえば子供の頃イチジク食べたことがあるとか、
うん、あもちろんそれは、ね、食べたことはまあありますよね。スーパーで買ってきたやつだからね、うん、ほとんどね。でこういう丸ごと丸ごと丸ごと大体丸ごと、はい、やっぱりイチジクって言ったら丸ごとの方が多いですよ ね、 すね。最近ですよね、ああいうドライ系のやつは。そうですね、だから例えばイチジクをまあもぐっていうよりスーパーで買うっていう感じだから、イチジクの実か。じゃあ最後はイチジクの実でなんとか大阪、大阪、大阪のなんとかでとか、なんとか大阪のその土地地名っていうか、なんかよくなんかこう大阪のな道頓堀じゃないんですけど、はい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 、なんかそういうなんかありますかね。なんかこうそういうスーパーとかでこう思い出みたいな、はい、そう 地名を読み込むのも面白いですよね。あそうでしょうね、うん、こう思い出があって、はいはい、なんか道頓堀のなんとかで公園で友達と、はいはい、なんとかでいちごの実、うん、はい、あいちじくの実とか、はいはい、うんうん、なんかこうそ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 う、でもそんなその地名に関連して思い出すほどイチジクを食べたかって言われるとちょっとね、うん、その思い出はない、ない、そこまでの思い出はない、ない、ちょっとお若いですからね、うん、いやいやいや、ちょっとそこまではない、うん、となると、でもイチジクがこの季節私いつも、うん、出回ると、はい、なんか家族のもんはみんななんかいらないって言って拒否るんですけど、なんでか知らないけどね、ドライイチジクは食べるんですが、あーなるほど、私だけ生のを食べて、私のなんかお昼ご飯のため楽しみです、イチジク。なるほど、この季節のもう本当に短いわずかの期間、私だけのために買って私のお昼ご飯の楽しみっていうイチジク、本当にだから今日も行く前に1個食べてきたんですね。そうなんですね。じゃあそれはあれですか、うん、美容のためですか。美容のためはあんまりあれだけど、もともとすごいフルーツが好きで、うん、で、まあ、あんまりお昼一人で出かけない時はそんなにがっつり食べたりもしないから、そうですよね、はいはい、あんまりお昼重いと食が入らないとかね、夜が私ちょっとあんまり入らないので、うんうんうん、でまあフルーツだし、うん、軽いし、まあなんかもいいですよね、はいはい、そういうなので、うんうん、まあ本当に軽く済ませるときにこのイチジクまたなんかね、うん、まあまあ美容にもいいっていうのも、今しか食べられないフルーツだから、朝はやっぱりまあ何種類かパンと一緒に出すんですけども家族に、でも私だけだからイチジクは、だからみんなと同じの朝は食べるので、一人で食べれるイチジクだから、へえ、じゃあ一人、はい、女一人とか、はい、ああ、はいはいはい、うん、女一人とか、うん、そうするとランチですか。私のランチ、ランチですよね、はいはい、女一人ランチ、ランチをランチのためのランチのためのとか、はい、ランチのなんちょかってご自分のそのランチの、あ、じゃあですか、うんうん、はい、一番上はちょっとわからないけど、ランチ、お昼の楽しみ、うんうんうん、でも最後どうしたらいい、お昼の楽しみ、お昼の楽しみ、いちじくの実、はいはいはい、ちょっと季語なので少し字余りですけど、はいはい、いいと思うんですね、はいはい、女一人お昼の楽しみ、重たい感じだけど大丈夫です女一人ちょっと重たいですよね、はいはい、じゃあ妻、妻、うん、子供、子を送りお送りっていうのも変だから、一人でだから私自宅の時のランチ、この期間限定の楽しみだから、はい、そんなら、うん、自宅にてってダメですか。自宅にて、はい、お昼の楽しみ、お昼の楽しみ、いちじくの実、はい、あできましたちょっと面白いですよね。そうですか、はいはい、大丈夫ですか。自宅にてですよね、はいはい、お昼の楽しみ、ちょっ
ょっとジャムですね、はいはい、イチジクの実、あ、昼の楽しみですか、昼の楽しみの方がいいですね、はい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 、昼の楽しみ、はい、あ、7時ですね、イチジクの実、はい、うんうんうん、ありがとうございます。なるほど、はいはい、そしたら、自宅に行って、はい、昼の楽しみ、イチジクの実、はいはい、イチジクの実か、はい、イチジクの実っていうのは花イチジクとか、はい、イチジクの葉とかと違ってやっぱり実だから、はいはい、イチジクにだって花も咲くし、はいはい、あ、花は中に咲くんだけど、はいはい、だけどイチジクの葉っぱもあるし、うん、イチジクの実ってつけてもいいですよね、あ、はいはいはい、普通普段喋ってる時の、はいはいはい、日本語と普段の喋ってる、はい、時の日本語として、はい、イチジクの実っていうんでいいですよね。じゃあ、あ、じゃあこれで自宅に行って、はい、昼の楽しみイチジクの実、はい、うんうん、じゃあ、ちょっと読み上げたいと思います。はい、はいはい、自宅に行って、はい、昼の楽しみイチジクの実、はい、自宅に行って、はい、昼の楽しみ、はい、イチジクの実、はい、はい、山下めぐみさん、はい、はい、2句目でした。ありがとうございます。無理やり、いや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 、もうなんかね、はい、到着を待ちくたびれて、はい、なんかこうちょっとその辺の、はい、あのどっかカフェに、うん、あの立ち寄っちゃってるんじゃないかと思ったんですけど、いやいや、 そんなことはメッソもなんか本当にもう一軒なんか、はい、ね、いやいやいや、さっきなんかちょうどもう一軒、ちょうどね、そうそう、スマホで、あの道案内の、なんかね、なんかおっしゃってましたよね、あの辺に公園みたいななかったですか、はい、じゃあそっち側に曲がっちゃったんじゃないんですね、なんか公園みたいなのがあって、で、はいはい、結構ちょっとそこの遊歩道とか、はいはいはい、あとちょっと入ったところに、うん、結構この辺でも案外イチジクの実がなってるかっていうのはちょっとまだチェックしてないんですけど、はい、紅葉が綺麗だったり、はいはい、藤棚があったりですね、ぶどうの実がなってたり、はいはいはい、あとよくこの辺で見るのが琵琶の実なんですよ、うん、あ、最近でもあまりイチジク ね、なってる姿は見ないですよ ね、うん、なんで私もやっぱりそうですよね、はいはい、ここら辺でさっきちょっとそっちの方にね、奥にもしか曲がってしまってどっかで、いや曲がってないです、それでそのスマホで前にいただいた道順のやつをこう見ながら、傘も差しながら、そうそう、ちょっと目が悪いから広げながらって言ったら横のが見えないと思って、でそのなんかベネーゼの近くのコン、なんかオンコルトとかいう喫茶店がありますって、うん、ここでちょっとこう覗きながらね、はい、待ってたんですけど、っていうところで、だからそこで到着かなと思ったらなんか違う雰囲気あったから、まだそこからがちょっとね、そこからがちょっとあるんですよね、はいはいはい、ちょっと住宅街にちょっとこう奥まってしまうので、まああのそうか、じゃああの辺でもやっぱりあんまりなんかこうなかったですよね、あの辺にはブドウ棚があったりするお宅があったりするんですけど、はい、なんか果物屋さんが通ってきましたけど、あ、やっぱり果物屋さんありましたよね、ありました、ありました、なんかね、果物屋さんがあって、はい、こうだ、なんていうんですか、ああいうの道端にこう、はいはい、まあ路上っていうほどじゃないんだけど、はい、こう広げてね、うん、昔ながらの果物屋さんが、はい、あるんです、はいはいはい、よく夏場だとこうスイカ置いてあったりとか、うん、なんかこう果物を置いてあったりとかして、なんとなくこう覗くような、うん、こう昔ながらの果物屋さんがあるんですけど、はいはいはい、その辺でもしかしたらよく見れば売ってるかもしれないですよね。あ、そうですね、ね、ちょっとわかんないんですけど、はいはい、でも今の時期だけのものなので、はい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 、まあそう街角で見かける、うん、この頃では見かけないんですけど、うん、昔はどっかのお宅にね行くと、農家だからってまあイチジクがあるってわけじゃないとは思うんだけど、よくイチジクの実とかなっていて、うちは確かに琵琶だったんですよ、はいはい、で隣のうちに、確かイチジクがなっていて、はいはいはい、それで私は自分でイチジクとビワがよく見分けがつかないんですね。あ、そう、色違うのに で今分かってみると違うなって分かるんですけど、はいはい、例えばこういうふうにまだあんまり
なってない時、はい、これ黄色っぽいじゃないですか、はいはいはい、なってない時、うん、こういうのがまだちっちゃい時って、うん、なんかどっかわかんないんですよ、はいはいはい、で、いや自分家にあったのは、うん、確かに琵琶だ、はいはいはい、でも琵琶っていうのは中に種がありますよね、はいはいはい、でこのままガブって食べないじゃないですか、あです、まあ、剥いて食べますよね、はいはい、で自分はこういう種もこういうふうにぐちゃってこう中にあった分を種を取らずに丸ごと食べた記憶があって、はいはいはい、じゃあやっぱりそれはお隣だったんだなって今でも思ってるんです、はいはい、で自分の家にあったのは琵琶だったんだなと思って、そうすると琵琶っていうのは夏でイチジクが秋でっていうんで期間限定、はいはい、今だけって ねおっしゃったので、わずかじゃないですか、ね、だからもう必ず切らしてなくなってはもう今しかないからと思って買うぐらい好きなんです。あーなるほど、はいはいはい、いややっぱり体のためにいいって言いますからね、はいはいはい、まあ、健康に気を使ってらっしゃるんですね、はい、でもお子さんよりママの方が好きなんですか、じゃあやっぱり美容にいいのかな。だからドライのイチジクは毎、まあ、切らさない限りはいつもフルーツに一粒は添えてあるんです、ね、うん、あちょっと添えたりされて、はい、ヨーグルトに入れたりされて、はいはい、だけどなんか生の上の2人が小さい頃食べさせたことあるけど、なんかね、うん、食感が嫌みたいでね、いらないって言われたことがあって、うん、ブツブツするのかな、うん、なんかね琵琶と、うんうん、それこそ本当に琵琶と、うん、あのイチジクは、うん、拒否られたんですね。あーなるほど、はい、なんか似た果物ですよね、なんか分からないけど、で他のすごい昔からあったらしいんですけど ねほんでね、うん、あの、うん、結構いろんなフルーツを何種類かいつも器に入れて出してるんですけど、はいはいはい、その上の2人があの琵琶と、うん、そのイチジクだけは、うん、なんかいらないって返品されて1回切りとかで終わってしまって、ってはい、だから琵琶とイチジクだけは私だけのお楽しみな感じで、あママの、はい、じゃあやっぱり美容にいいんですか ねで下の娘も多分なんか、うんうんうん、あの子は食べず嫌いで、あーなるほど、お兄さんが嫌いって言ってるからじゃあいらないみたいな感じで、多分、うんうん、ほとんど食べたことないと思う下の2人、一番末娘は。あそうですか、はいはい、不思議だな、なんで嫌いないのと思って、こんな美味しいのに、うんうんうん、私はすごい好きなんですけど、ね、甘さがないからですかね、なんでしょうね、うん、でドライフルーツを買ってきて、とにかくちょっとソフトの感じのね、その白い硬いのじゃなくって、でまあだからパンに入れたりとか、うん、そんなんはもちろん知らずして食べてるから、うん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 、食べてることになってるんですけれども、うん、えそうするとじゃあ、うん、甘みが少ないからじゃないですか、ドライフルーツってどっちかっていうと甘くないですか、はい、あそうですね、うん、であのプルーンとかもすごい好きで食べさすんですね、だから甘いですよね、それちょっと似てて、うんうんうん、で長男があのナスビが嫌いなんですよ、あなんかちょっとなんか食感が分かる気がする似てるんかなと思って分かる気がしますね、はいはいはい、なんとなくこう皮を剥いた時のこの果肉の感じが、うん、そうなんです多分、ね、あぐにゃっとくるっていうか、はいはい、あーなるほど、だからこれも嫌いやったのかなっていうか、ね、うん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 、詳しい理由は聞いてないんですけれども、うんうんうん、それでも琵琶となぜイチジクは、うんうん、もうあの子たちの器には乗らない感じで、あそうか、なんか私たちなんかの世代だと、うん、こう子供の頃の思い出っていうのに、はい、なんとなくこういう実、ねえ、うん、家のどっかにあったとか、はい、こう近所のお家のどっかにあったとか、はいはいはい、そういう思い出なんですけど、うん、いや今の子は、うん、やっぱりこの食感が甘さがないとかね、うん、なんかね、なんかね、はいはい、口当たりが悪いとか、はいはい、そういうんでこうあんまり好かないのかもしれない、ね、なんか私たち ね兄弟で喜んで食べた記憶があるんですけど、全然喜ばない、じゃあやっぱりスイカなんかは大丈夫なんですか、はい、あスイカとかは食べます、だからスイカとかね、うんうん、この夏でしたら桃、はい、スイカ、ね、キウイはほとんどレギュラーで毎朝食べるんですけれども、はいはいはい、なんかとにかくこの季節限定の、はい、これはなんかお断りされてしまったので、はい、そうなんですね、うん、季節どっちかっていうとそうですよね、季節限定ですよね、ですもんね、うん、どういうあれですか、スイカ、桃、やっぱり桃はすごい大好きで、あそうですよね、はい、スイカ、桃って桃の方が大好きですか、もう子供たち桃がすごい大好きです、うん、スイカ、はい、桃っていうのは結構こうなんていうんですか、水分が多いので、昔から夏には相当喜ばれたらしいんですけど、はいはいはい、まあ、桃は季節的には今は
には、はい、昔は種類で分けてたらしいんですね。あ、早くできる桃と、はいはいはい、こう秋口にできる桃、はい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 、こう分かれてたらしいんですけど、はい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 、今はどっちかっていうと桃っていうともう秋という感じで、うん、なんかこう早なりの桃っていうのが特別夏にもあるっていう感じで、はい、今は秋の方にどちらかというとこうよく食べられるものっていう形になってるんですけど、でも秋っていうもの自体が8月にはもう秋なのでっていうことだからですね、はい、暦で言えばっていうことなので、うん、なんか昔桃狩りで子供たち連れて行った時に、そうそう、やっぱ8月に行ったらもうちょっと遅いって言われたんですね、やっぱり農家の人に。昔で数年前ですけど、そうですよね、はい、まだね、はい、そうですよね、で、うんうんうん、7月にやっぱり一番来てくれた方がもっと実がなってるって言われたんですよ。7月がやっぱり夏っていうと、はい、7月なんですよ、ね、8月っていうと、はい、もうやっぱりちょっと秋口になっちゃうんですよね、はいはい、お盆、だいたいお盆があるじゃないですか、でそこら辺でなんとなく気候が変わるので、はいはい、暦だと8日とかなんとかなっちゃうんですけど、はいはいはい、まあ普通だとだいたいお盆ぐらいでこうあれですよね、あ、なるほど ね、やっぱりそっか、うん、そうすると今でも夏の桃を食べるには7月なんです。あ、それでか、それでね、だから、うんうんうん、まあ、私ちょっと生協さんでも宅配で頼むんですけど、もうとにかく桃が乗っていたら絶対絶対買って、もうその本当これも季節限定だから、季節限定だから、はい、でも桃はだって扱いづらいですよね。そうなんですよ、だから結構高いものは高いし、はいはいはい、ね、はい、結構ちょっとこうピンキリっていうか、はい、そうそうですね、あの大切にでっかいのもあるし、はいはい、あとスモモから、はいはい、桃もいろんな種類があるじゃないですか。ありますけどね、でもあの本当になんかこう親密糖っていう感じの一番美味しいですよね、はい、もうあれが大好きで、なるほど、はい、あれは絶対好きなんですね。好きなんです、うん、じゃあリンゴとかも好きですか。リンゴとかも、リンゴとかはもうやっぱり、うん、あのジャムにしたりとかして、それこそヨーグルトに、うん、あのトッピングしたりとかして、うん、もあの秋になったら今度リンゴを箱買いします、うん、お箱って、まあそんなあれですよ、そんなあの大きい箱じゃなくて一段の箱だから、まあ10個ぐらい入ってるの、10個ぐらい、お毎週とかなくなっては注文して、すごいですね、でジャムを作ります。あ、ジャムを作られる、はいはい、でそれでアップルパイを作ったりとか、それでそれを入れてアップルパイを作る、はい、やっぱりパンといってもアップルパイを作られたり、はいはい、でもそっか、ジャムとしてヨーグルトになったりして、まあリンゴそのまま焼いても美味しいし、はいはいはい、やっぱり一番いいですよね、はいはい、へー、でもちろんそのまま剥いて食べる時もあるしっていう感じで、そのまま食べる時もある、はいはい、あの朝のねフルーツとして食べたりもしますし、まあ、そんな感じでこれからは多分リンゴが活躍するんだと思いますけど、はいはい、日本人はやっぱりそのまま食べるのが一番好きですよね、はい、ね、冷やして食べたらまた美味しいですね、意外にね、はいはい、梨とかね、シャキッとして、シャキッとして、はいはいはい、あ、うん、そっか、やっぱりそうですよね、うん、へー、じゃあやっぱりあのかぼちゃを持ってきていただいたので、はい、今日は本当に、はい、あのありがたかったんですけれども、はいはい、あのかぼちゃって言ったらもうハロウィンなので、秋の、あの、はい、最後の行事なので、あ、秋のケーキ会にとしては、はい、あの本当ぴったりだったと思います。はい、ありがとうございます。こちらこそ、今日はもうなんかこう、だんだんもう時間になってきてしまったので、まあちょっとね、あのおせおせでもうちょっとお話も尽きない感じなので、はい、いろんなお子さんの話もね、はい、面白いですよね。やっぱりお子さんの話楽しいですよね、はいはい、あ、そうですか、ありがとうございます。いやいろいろ聞けて、あの、はい、楽しいと思いますので、ずっこけネタはいっぱいあるので。え、そうですか、はい、え、なんかちょっとずっこけネタの人たちぐらいなんかお聞きしたいですけど、ちょっと準備がないのですぐちょっとあれなんですけれども、あのがっかりさせられるネタはいっぱい、はい、持っておりますので。いや、はいはい、なんかね、はい、もうね、可愛い盛りだと思うので、上の2人はもう可愛いっていう年齢ではないので、本当にあの放牧状態、じゃあ、はい、7つ8つ等とかいくつぐらいですか。あ、いやいや、もう末娘が小学校3年生ですけれども、うん、上の2人はそこから7つ10個離れているので、じゃあいくつぐらいなんですか。はい、長男は今年19になりますし、19歳なんですか。はいはい、すごい若いですね。いやいやいや、そのギリギリなんとか、あので私は19歳って言ったらもう、はい、もうすぐですね、成人まで。はい、そうですね。はい、もう放牧状態。放牧状態なんですか。放牧してやることがもう愛です。愛です。あ、もうそろそろ。はい、あのごちゃごちゃ言うと嘘がられる。
あの気分が悪いのでもう放牧しているという意味ですけれども、はい、なるほど、はいはいはい、へえそうなんだ、はい、いやそんな風に全然見えないですね、はい、まだ小学生で幼稚園生ぐらいのお子さんなのかなとか思って、はい、あ、それはあの多分殴られます、ね、はい、ただあのちょっとその下の娘が生まれてからその、うん、パーソナルカラーというね、うん、あの似合う色を診断する、あ、なるほど、なんかね、はい、あのブログでご紹介されていて、そのお話もちょっと、はい、あのぜひぜひちょっと少しお話しください、はい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 、だからそれで似合う色を着ることによってちょっと見た目の年齢を、うん、若返らす効果があるんですね、似合う色を着るっていうのは。なるほど、はい、その人に似合った色を合わせると、はい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 、お顔のなんかこう写りが良かったりとか、はいはい、そうです、はい、それでもしかしたら、ね、ちょっとぐらいあのマシに見えるのかもしれないですけど、いや、ほんとほんと、はい、若く見えます。あ、いやいや、ありがとうございます。なんか絶対あのアラフォーに行かないんじゃないかなみたいな感じで、幼稚園生ぐらいのお子さんがいるんじゃないかなっていう感じ。もう、はい、そうなんだ、はいはい、いや全然若く見えますよね。なんか失礼なのかもしれないけど、いやもう絶対、まあそれはもう私より若いのはあれなんですけど、もうそれにしても若い感じがして、いやいやもう本当に、うん、そうなんだ、はい、じゃあもうすぐあれですね、はいはい、そのパーソナルカラーと、はいはい、せっかくね、はい、パン作りもここまで凝っていられるので、はいはい、もうそろそろ子育ても手が離れれば、はいはい、もうなんかこちらに入れ込めるっていう感じですね。うん、そうですね、まあ、もうちょっとですね。でもあんまり私はあのパンで、うんうん、そのなんていうんですか、パンを生活のもう大半を占めたいと思っていなくって、うん、そのだからすごい教えたいとかね、お教室をやられたりとか、毎日生徒さんひっきりなしとかいうのはあんまり考えていないので、まあ、パンは焼き続けますけれども、うん、あのプレゼントしたりとか、うん、いや美味しい、これもったいないですよ。そうですか、もう、まあ、招いた時に振る舞ったりとかっていうのでは、うん、あのパンが好きなので、いつもね、パンをお持ちになってらして、いやすごいな、はい、本格的だなと思って、はいはいはい、じゃあパーソナルカラーの方が最近は面白い、まあ、それもね、もう本当に、うん、あの、うん、ポツポツあのやらせていただいてる感じではいるんですけど、うん、でもあのやっぱこれも私のライフワークの中では外せないもの、のアイテムとしては、はいはいはい、はい、もうそれもずっとなんか面白いですよね、うん、面白いです ね、 本当ね、続けられるとね、はい、そうなんだ。でまたその変わり映えを見るのが楽しくて、やっぱり喜んでいただける、そういうのがすごく楽しいなと思ってます。へえ、なるほど、はい、いやじゃあそろそろですね、はいはい、時間になってまいりましたので、はい、なんか今日はね、はい、天気が悪くって、はい、そうですね、ね、はいはい、あの本当申し訳なかったんですけれども、いい、はい、申し訳ありませんでした。いいえ、とんでもありません。もうね、遅れまして横浜から来ていただけて、はい、なんか本当電車が心配だったんですけど、はい、渋谷経由なんでね、ちょっと大丈夫だろうとは思いつつ、はいはい、ご到着願えて、はい、本当ありがたかったです。申し訳ありません、本当に。でこのパンをお持ちいただきまして、はい、かぼちゃのパンを持っていただき、はい、来ていただきまして、はい、肉いただきました、はい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。それでは、最後に、はい、俳句 TV なので、はい、上野貴子の今日の一句っていうのがありまして、はいはい、それで、はい、まあ、あの終わりにしたいと思います、はいはい、よろしいでしょうか。はい、もちろんです。じゃあ最後の一句いきたいと思います、はいはい、9月9日水曜日、はい、雨、川の辺の花の際立つ朝の雨、川の辺の、花の際立つ朝の雨、あれ、上野貴子です。すいません、今日はですね、日付が私頭がこんがらがっちゃって今8日ですね、8日ですね、はいはい、8日ですね、よかった、はい、気づいて、はい、終わりにする前に気づいてよかったです、はいはい、すいません、なんかもうなんかとつくるっておりますが、はい、9月8日です。今日は8日火曜日です、はいはいはい、9月8日火曜日、今日は雨、川の辺の花の際立つ朝の雨、8日でした、失礼いたしましたそれでは、今日は特番の、おしゃべりケーキ会、山下めぐみさんを、ゲストにお招きいたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。こちらはパンは、かぼちゃのパンをお持ちいただきましたどうもありがとうございました、それではこの辺でお別れしたいと思います。バイバイ。最後はですね、はい、この上野貴子のというマークがありまして、はいはいはい、これでお別れしたいと思います、はいはい、では、一緒にお願いいたします、はいはい、上野貴子の、はい、俳
すみません。